リチャード・ブライトリチャード・ブライトは、イギリスの医師、医学者。腎臓病研究の初期の先駆者である。リチャード・ブライト卿とサラ・ブライトの三人目の息子として、ブリストルに生まれた。ブライト卿は裕福な商人であり、銀行家でもあった。ブライト卿自ら自然科学に興味を持ち、息子に自然科学の道に進むよう進めた。1808年、リチャード・ブライトは、 エディンバラ大学に入学し、哲学、経済学、数学を学ぶ。翌年には、医学コースに転身した。1810年の夏、アイスランドへ、研究旅行に向かったジョージ・マッケンジー教に同行し、科学研究を主導した。その後、ロンドンの外病院で医学の研究を続け、1813年9月、エディンバラに戻り、医学博士号を受けた。博士論文のテーマは、 伝染性単独であった。その後、外病院に戻り、1820年代から同30年代にかけて医学の研究、実践、教育に取り組む。二人の巧妙な研究者、トーマス・アジソン、トーマス・ホジキンが同僚であった。腎臓病の原因と症例に関する研究の結果、現在ブライト病と呼ばれる疾患を分離、同定した。この業績から、ブライトは、 人造学の父として尊敬されている。1858年12月11日、心臓病の合併症のため帰得状態となり、同16日にロンドンで死去。69歳であった。ブライトは二人の息子を設け、下の息子は医師となり、上の息子は歴史家として知られる。ありがとうございます。